センマサテルは中華民国、中華人民共和国の官僚、政治家。字は、オツアカザ。若年時代にイギリスに留学し、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで修士号を取得した。1922年から1924年まで、オックスフォード大学で経済学を研究している。帰国後の1928年3月、センマサテルは国民政府で外交部秘書。 文官どころ秘書となる。1931年6月、教育部長無次長に昇進した。その翌年、国防設計委員会副秘書長に転じる。1933年、航空所技術所所長を務めていたいとこの千正佐祖が、空軍航空技術者養成のため、各工科大学に航空工程系の設立を兼議すると、秘書長の王文孔とともに、 聖火大学工学院院長の元育集や校長の梅井、理学院院長の畑倉美孫に所管を送り後押しした。結果、翌年には聖火大学で航空工程組の設置準備が始まった。1935年5月、軍事委員会主芸委員会副秘書長となる。1940年5月、資源委員会副主任委員に昇進した。1941年9月、 行政院全国推理委員会委員となり、1945年5月、中国国民党第6期中央執行委員候補となった。1946年5月、千正輝ルは資源委員会主任委員に昇進し、翌月には国民政府最高経済委員会委員も兼任した。10月、資源委員会が行政院直属に移ったことに伴い、 主任委員から委員長に改められている。1947年4月、国防部科学委員会委員となった。その翌年の秋に出国して海外へ視察に赴いている。1949年6月に帰国すると、千正テルは香港経由で北平に向かい、中国共産党政権への参加意思を表明した。中国人民政治協商会議第1回。 全大会議代表となっている。中華人民共和国成立後は、全国人民代表大会代表、全人代常務委員会法案委員会委員、政務委員在、教委,委員会委員権計画局副局長を歴任した。さらに政教第5期、第6期には、全国委員会副主席を務め、全人代でも法制委員会委員となった。また、 中国国民党革命委員会にも加入し、後に中央副主席を務めている。1988年10月14日、北京市にて病没。去年90。ありがとうございます。